皆さんおはようございます。今日も今日の一曲いってみたいと思います。今日は久しぶりに、二十何日ぶりに、雨が降りましたね。昨日の夜から、外はちょっとね、なんか生暖かい感じで、4月上旬並みとか言われてますけども、昨日の夜はちょっと風も強くてね。まあでも久しぶりにね、雨が降ってよかったなと思います。それでは今日の一曲なんですけども、先日、午後のワンダフルっていうイベントがありまして、そこでね、出演されてた方が歌ってて、ああ懐かしいなと思ってですね、昔一瞬ね、ちょっとマッチに似てるとか、マッチに雰囲気が似てるとか言われたことがあって、マッチのね、モノマネなんかもしてたりしてたんですけど、今日はですね、近藤真彦さんが歌った、まあ元はね、ブルーハーツの真島昌利さんがね、作られた曲なんですけどね。それではいってみましょう。近藤真彦、アンダルシアに憧れて。アンダルシアに憧れて、バラをくわえて踊ってる。地下の酒場のカルメンと、今夜メトロでランデブー。ダークなスーツに着替えて、ボルサリーノを息に決め、イカス靴を履いた時に電話が俺を呼び止めた。受話器の向こう側でボス、声を震わせながらボス、やばいことになっちまった。トニーのやつがしくじった。スタッカーリーは言うのさ、今夜港で計着を。立ち入り禁止の鳩場の第三倉庫に8時半、誰か彼女に伝えてくれよ。ホームの端で待ってるはずさ、ちょっと遅れるかもしれないけれど、必ず行くからそこで待ってろよ。額縁の裏の金庫に隠したコルトを取り出す。俺の手が震えてるのは何も怖いわけじゃないさ。コルトは俺のパスポート、黒くて硬いパスポート。スタッカーリーの頭にこいつをぶち込んでやるさ。タクシーで港に着くと、ボスたちは収めていた。怪しい気配に気づくと、俺たちは囲まれていた。暗闇からマシンガンがあざけるように火を吹いた。ボルサリーノは弾け飛び、コンクリートにキスをした。誰か彼女に伝えてくれよ。ホームの端で待ってるはずさ、ちょっと遅れるかもしれないけれど、必ず行くからそこで待ってろよ。激しい痛みが体を電光石火に貫き、
はみ出し物の赤い血が空っぽの世界を染める。うずいてゆく意識の中、俺はカルメンと踊った。アンダルシアの青い空、グラナダの歌が聞こえた。誰か彼女に伝えてくれよ。ホームの端で待ってるはずさ、ちょっと遅れるかもしれないけれど、必ず行くからそこで待ってろよ。必ず行くからそこで待ってろよ。はい、ありがとうございます。ちょっと歌ってみたらですね、なんかこれなんかこの曲すごい佐野元春さんの歌い方がすごく合いそうな感じがしたんで、今度ちょっとねもしも動画で作ってみようと思います。まあちょっと今自宅なんでね、本気バージョンではできなかったんですけども、だいぶ声を殺してまあちょっと佐野元春さんに寄せて歌ってみましたけども、いかがだったでしょうか。ね、かっこいい曲ですよね。ギャングのなんていうんですかね、倉庫でよくある、抗争に巻き込まれたその彼女がね、駅のホームで待ってる、撃たれて倒れたのに気づかないまま待ってるっていうね、そんな感じなのかなと思うんですけど、はい、ありがとうございます。それでは昨日のコメントを読んでいきたいなと思います。はい、昨日はですね、吉幾三さんの、酒を歌いましたけども、やっぱりね、日本の冬は演歌ですよ。小瀬川美香さん、いつもありがとうございます。谷さんが歌うとなぜか心に染み入りますね。癒されます、ありがとうございます。伝わって嬉しいです。はい、ラウンドスイングさん、いつもありがとうございます。こんばんは。演歌もすごく上手ですね、ありがとうございます。もう本当演歌を聴いて育ってきましたからね。吉幾三さん聞くと、高校の修学旅行東北へ行ったことを思い出します。青森も行きましたよ。あ、そうだったんですね。また行ってみたいです。ぜひねぶたの時期に来られると、ねぶたの時期か桜の時期ね、いいと思いますよ。はい、ありがとうございます。みつこさん、いつもありがとうございます。お疲れ様です。今日はガラッと変わり演歌、来ましたね。私も聞いてて、熱燗が飲みたくなりましたよ。不思議です。普段演歌聴かないのにいい曲だなぁとしみじみとなります。やっぱり谷さんが歌うからなんでしょうね。いや、そんなことないと思うんですよ。もう曲がいいんですよ。たまにはお酒もいいかも。浴びるのが怖いのでほろ酔い加減で、ほろ酔いぐらいがちょうどいいですよね。ありがとうございました。いえ、こちらこそいつもありがとうございます。元旦那さん、いつもありがとうございます。谷さん、おはようございます。うまい、ありがとうございます。熱燗、いやぬる燗飲みたくなりました。冷蔵庫に日本酒5本あるのですが、熱燗燗酒には向かないんですよ。あ、じゃあ吟醸系ですかね。はい、まあ、僕も燗酒に向くお酒よりもどっちかというと吟醸系の方が好きなので、はい、ありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。ようこそ居酒屋谷へね。居酒屋谷いいですね。チーママのしのです。チーママのしのさん見てみたいですね、ちょっと着物着て。はい、今日のお通しは、白和えとぶり大根です。いいですね、もう日本酒に合いそうですね。はい、ありがとうございます。あ、ゆうまくん昨日もですね、盛り上がりましたよ。ちょっとねお客さんは少なかったんですけども、盛り上がりましたね、セッション。はい、ありがとうございます。座布団さん、いつもありがとうございます。こんばんは。知ってるけど初めてちゃんと聞いた気がします。改めて、染み入るいい歌ですね。自分は日本人だと実感します。本当そうですよね。
日本っていう感じしますね。自然と、独特の感性をみんな共有してるんでしょうね。だと思いますね。多分血なんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。はい、昨日も皆さんコメントたくさんありがとうございました。今日はですね、夕方からですねちょっと準備するんですけども、スタジオ1 2周年記念ということで、もうあれよあれよという間にですね、丸2年が経ったんだっていう感じなんですけどね。はい、今日はまた、たくさんお客さんも来られて、飲んで歌って騒いで潰れないようにします。はい、潰れないように気をつけます。はい、ということで、もうね週末土曜日です。皆さんはどういう週末を過ごされるんでしょうかね。久しぶりに雨降りましたけども、出かけるのはねちょっと今日は、出かけるお出かけ日和ではないんですけどね、ぜひ皆さんも週末をお楽しみください。それではまた明日。